フィブロネクチン I 型ドメインフィブロネクチン I 型ドメインは最初、フィブロネクチン内部のポリペプチドの繰り返し構造として発見された。その後、他のタンパク質に類似ドメインが見つかった。しかし、フィブロネクチン3型ドメインと異なり、脊作動物にしか存在しない。さらに、重裂したフィブロネクチン I 型ドメインは、フィブロネクチンにしか存在しない。 一つのフィブロネクチン I 型ドメインは、アミノ酸、約40個からなり、2個のシステインが、SS 結合を介してつながったシスチンを2つ持つ。3次構造も解明されている。フィブロネクチン3型ドメインを FN3 と略称する場合があるように、フィブロネクチン I 型ドメインを FN1 と略称する場合もあるが、通常、FN1 はフィブロネクチン全体を指す。ドメインという用語は、 もう少し大きい塊に対して用いることが多い。この場合、本項目に該当する用語は、モジュール、あるいは、繰り返しの方が妥当である。その場合、一つのドメインは数個の、モジュールで構成されることになる。1973年、タンパク質、フィブロネクチンが発見された。1983年、デンマークオフス大学の東弁ピーターセンラは、 タンパク質化学の手法でフィブロネクチンの一時構造の解析をし、まだ半分しか解析が終わっていなかったが、論文として発表した。半分の解析ではあったが、フィブロネクチンの一時構造に3種類の内部ホモロジーが存在することを発見した。フィブロネクチン I 型ドメイン、フィブロネクチン I 型ドメイン、フィブロネクチン III 型ドメインと命名し、それぞれ9個、2個、 4個確認した。解析が半分しか終わっていないのに論文を発表したのは、この頃、勘弁、迅速な DNA シークエンシングから一時構造を決定する手法が世界の研究室に導入され始めていたためである。タンパク質化学の手法で全一時構造の決定をするには、さらに3年の年月が必要だった。1986その時、 フィブロネクチン I 型ドメインを12個と発表した。一方、タンパク質科学での発表の翌年の1984年、やはりと言うべきか、米国、マサチューセッツ工科大学のリチャード・ハインズの研究室が DNA シークエンシングからフィブロネクチンの全一次構造を決定した。フィブロネクチン I 型ドメイン、フィブロネクチン2型ドメイン、フィブロネクチン3型ドメインを確認した。 フィブロネクチン第12イ子。ありがとうございます。